じゃあヘッドライトね、オンにしてみましょうか。オン。うわ、これやばいな。はい、皆さんこんにちは。長岡 HR420 桃助です。最近ですね、滋賀 AZ79 のタカポンが、車で夜ね、で時間運用してたら、聞こえない聞こえないっていうね、なんか相手局の声が途切れちゃうっていう話をしてて、あ、なんかアンテナかトランシーバーおかしいのかなっていう話だったんだけど、結局ね、原因が LED のデイライトだったんだよね。まあアマチュア無線でもよく聞くし、航空無線のね、なんか受信障害の話でね、LED のライトが原因だったっていう話も耳にしたんだけども、まあ LED ね、結構いろんなとこで、受信に対して、悪さをしてるみたいなんだよね。ということで今日はちょっとあえて安物の、LED ヘッドランプを、Amazon でわざわざ買ってみました。使えないかもしれないのに、ということでですね、この、Amazon で買った安い5000円しなかったこの LED のヘッドランプを、ちょっとこのジムニーに装着してみて、ノイズの出具合っていうのをチェックしてみたいと思います。はい、それではですね、ジムニーに乗っているアルインコ DJSR8 でちょっと試してみたいと思います。まず27メガ、まあ27、28ほとんど一緒だと思うんで、ここで試してみましょう。今車のエンジンかかってないので、まあ何もノイズ拾ってない状態です。でこれでまずエンジンだけかけてみます。あ、止まっちゃったかな。はい、まあちょっとやっぱね、まあ車だけでもノイズって入ってるんだけど、まあまあ許容できる範囲かなっていうね、その車のノイズでSメーターが振っちゃってるということはないので、まあ許容範囲かなと思ってます。ただですね、このジムニーくんね、エアコンかけると結構ノイズ出るんですね。今入れてみます。はい、Sメーターは振らないんだけど、もーっていう音がね、これエアコンかけると結構入る。でファンは回してても、まあ暖房とかは入れてても、エアコンさえオフにすればね、まあノイズはほとんどないんで、まあほんと夏場だけかな、夏場のエアコンが必要な時だけはちょっとなという感じで、まあ冬の暖房はね全然問題ないです。さて、じゃあ今度は LED ヘッドランプをオンにしてみましょう。あ、入るね。オン、オフ。なんかザーって入りますね。まあエアコンと似たかよったかかなと思うけど、まあ普通のハロゲンのヘッドランプの時は何もノイズ入らないんで、ちょっとこれはやっぱ出るんか。ちょっと違う周波数試してみましょうか。はい、ちょっと7メガヘルツ帯で試してみたいと思います。モードは SSB ですね。で今これエンジンはかかってます。ヘッドライトオンにすると、あ、斜め側はなんてことないですね。オン、オフ。はい、じゃあ今度はですね、デジタル回無線試してみましょう。でラッキーなことにですね、この DRDPM60 はモニターボタンを押すと、まあ、スケルチが解放されるんだけど、スケルチ解放されてる間はFM で、そのバンドの信号、その周波数の信号をね、聞かせてくれるんで、多分ね、ノイズの出方が分かりやすいと思います。スケルチ解放します。はい、これがまあ通常の状態ですね。じゃあヘッドライトオンにしてみます。オン。オフ。オン。何もないかな？何もないような感じですね。チャンネルオンにしたままちょっとチャンネル変えてみましょうか。
まあ、どっか特定のチャンネルだけで変なノイズが出て S メーターが振ってるっていうようなこともなさそうですね。はい。まあ、この LED ヘッドランプについては大丈夫みたいですね。デジカンにはノイズは入ってないように思います。じゃあ次にですね、これは一般的にみんな使うと思うんだけど、ラジオを試してみましょう。これ重要でしょ？乱戦やってる人だけじゃなくて、ラジオ重要だと思うんで、はい。今適当な周波数にしました。ちなみにこれ AM ラジオもね、ノイズ入ってるね。まずエンジンでノイズが入ってますね。今これエンジンオフ。まあオンにしただけで、この、何これ、イグニションノイズっていうのかな？なんか、カタ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 ってね、こう、ノイズが入ってるんだけど、じゃあヘッドライトね、オンにしてみましょうか。オン。うわ！これやばいな。オフ。オン。オフ、オン、オフ。これすごいね。受信に影響あるんじゃないかなってぐらい振ってますね。じゃあ FM ラジオにしてみましょうか。どうやって変えるんだこれ。あ、こうか。はい。じゃあ FM ラジオ試してみます。ヘッドライトオン。あ、入ってるね。オフ。オン。FM ラジオも入ってますね。まあ、AM ほどじゃないけども、まあ、入ってるみたいです。はい。ということで、微妙でしたね。まあ、27メガヘルツの受信とかで言えば壊滅的に使えないというほどではなかったんだけど、まあやっぱね LED はノイズ出てますね。でね、すごいなと思ったのはこの AM ラジオに入ってるノイズ。これはね、僕らみたいなトランシーバーで遊んでる人たちだけじゃなくて、一般的に車乗ってる方だったら関係あることだと思うんでね、これはね、ちょっといただけないなと。車につけるもので、こんだけラジオにね、ノイズが入るのは良くないなというふうに思いました。まあ最近メーカー純正、自動車メーカーのね、純正でも、LED ヘッドランプって出てきてるので、まあそういうものはね、おそらく、ノイズの対策っていうのはある程度されてるのかなと思うんですが、こういうね、社外品で出てる LED ヘッドランプっていうのは多分ね、いろいろなんでしょうね。特に安いものは要注意なのかなと思いますし、まあ、きちっとね対策されてるもので AM ラジオとか FM ラジオにはノイズが入らないようになってても、僕らは、違う周波数でね無線を楽しんだりするので、まあ、それに対してもしかしたらねノイズが入る可能性はやっぱね LED っていうのはあるなと思って使わないといけませんね。まあこればっかりはちょっと試してみないとね、分かんないのかなとは思います。HID なんかもね、起動した時にフワンってノイズが入るものもあるんだけど、まあ、だいぶね、まあ、良くなってきてるからと思うんで、まあ、LED の製品もね、世に出始めてそんなに経ってないので、まあ、これからそういうノイズ関係もね、対策されていくのかなとは思いますが、まあ、無線をやるなら要注意ということですね。まあ、実際その、まあ、市外ネット79局みたいに周りで、まあ、それによって、デジタル回路線で受信障害が起きてたっていう事例もありますので、まあ、LED ライトに限らずいろいろ車にねそういうまあ電装品つけるときは、無線やってる僕らはねその辺も気にしなきゃいけないのかなと思いました。はい、一応今日使ったこの安い LED のね、ヘッドランプに関しては、まあ、商品購入ページの説明欄に貼っておきますので、まあ、興味ある方は、見てみてください。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。
モモチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめアウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。